肝癌は肝臓に発生した悪性腫瘍の総称である。大きくは肝臓が発生元である原発性肝癌と多臓器で発生したがんが肝臓に転移した転移性肝癌の二つに分けられる。原発性肝癌はさらに組織型によって分類される。原発性肝癌の大部分は肝細胞癌であることから肝癌という言葉は競技に 肝細胞癌を指す場合がある。以下、2000年の風、ヒスタロジェクルクラシファケーションオブトゥーマーズ、オブザレーバーイントラエパティックバイルダグッズの資料をもとに分類し解説する。また欧米では、単肝細胞癌は、単肝が癌の一部であるとする認識が一般的であり、肝癌は、ほぼ肝細胞癌であるが、前述の通り風分類などでは、肝臓及び、 管内胆管の使用とすることにより実質的にひとまとめにして扱っている。ウイルス性肝炎は治療を行うことで発癌リスクが低下することが報告されている。肝細胞癌の治療は回復、腹腔鏡手術、経費的戦士による消灼術、カテーテルを用いた側線術、化学療法など多岐にわたる。定位性肝腫瘍の治療は手術と、 科学療法が主となる。2004年における10万人ごとのがんによる死亡者数データなし7.5人。 以下7.5人から15人15人から22.5人22.5人から30人30人から37.5人37.5人から45人45人から52.5人52.5人から60人60人から67.5人67.5人から75人75人から110人110人以上カンガンマ 世界的に見て、2008年において、年年間70万人の死亡者を出しており、140万人死亡の肺癌、74万人死亡の胃癌に続いて3番目の癌死の原因となっている。世界的に見ると、モンゴルでの肝癌での死亡率が高くなっているが、その原因として、モンゴルでは B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスの感染率が高く、 一般住民の HBS 抗原陽性率は6.9%から15.6%、HCV 抗体陽性率は10.7%から36.3%と報告されている。チェン、CJ イートル、ジャマ29565から73万2006、J インフェクトキーモテア2003ディセンバー9、333から40。 フーディジーズ＆インジリーカントリーエスタマッツ。ワールドヘルス・オーガニゼーション二千九年十一月十一日閲覧。フーキャンサー。ワールドヘルス・オーガニゼーション二千十一年一月五日閲覧。モンゴルの肝細胞がん、肝機能障害患者における hbv、hcv マーカーの検討。東海大学医学部セイマトール二千二十一年四月十五日閲覧。 がん情報サービス、がん登録、統計、国立がん研究センター、https://ganjoho.jp ス,<ー>スラッシュ。ありがとうございます。